毎度おきに。はい。久しぶりにね、動画投稿するんですけど、今回はね、まあ、チェンジキャッチャー問題みたいなね、感じで、ちょっとやっていこうかなと思います。はい。この間ね、なんか、辰巳監督が、テレビに出てて、なんか、何やったっけな、なんか、誰かキャッチャー取りますよみたいなね、話をしてたみたいなんですけど、まあ、それに対してね、まあ、ちょっといろんな見解があるんで、まあ、それを交えてね、言っていこうかなと思います。まあ、まずですね、まあ、誰かキャッチャーを取りますっていう話をしてて、で、これなんか、よくね、上がってるのが、なんか、松井正人をもう一回戻せとか、あと、カツラとアリエル・マルティネスをなんでクビにしたいんや、みたいなこと言ってるやつ結構おるんですけど、それやったらカツラとマルティネスでよかったんちゃうんかとか言ってるやつおるんですけど、いやいや、ほんまね、勘弁してくれと。ほんまに。カツラも、確かにドラゴンズにおったら確かにいい選手だったかもしれないですけど、現状ね、日本プロ野球 NPB の球団から誰も声かかってないわけですよ。はい。まあ、それが答えかなっていうところで、まあ、クビになって、まあ、ほんまにね、欲しい選手になったらどっか絶対取れるやろし、まあ、それがないっていうことは、まあ、結果そういうことなんやろなと。で、あと、松井正人に関しても、ずっと中日が低迷した原因の一人やと僕は思ってるんで、まあ、そのキャッチャーを戻すとか、まあ、立浪監督が考えることはまあないと思うんですけど、まあ、ファンがね、そういう意見を出すっていうのが、まあ、結構恥ずかしいなって思うのは、あるんですよね。何が見たいかわかんないですけど、プロ野球ってアイドルの追っかけじゃないんですよ。やっぱり強いチームっていうのをみんな見たくて応援してるわけやから、まあ違う人も多いかもしれんけどね。その選手が活躍してるのをずっと見てたりとか、まあそれはいいんですけど、大体の人がチームが勝つように、9人でやってるスポーツやから、9人で勝つように応援するっていうのが当たり前のスポーツだと僕は思うんですよね。それに対して、まあ、個人的に応援するとか、まあ、そのアイドルの追っかけみたいな感じで見てる人っていうのは、まあ、最近ちょっと増えたんかなっていうふうに個人的には思ってるんですけど、まあでも、ね、あくまでやっぱりプロ野球っていうのはね、プロ野球じゃないわ、野球か。野球はやっぱり勝手なモノスポーツなんで、まあ、その選手が出てないとか出てるとかで批判したりとか、監督批判したりとか、それはまたちょっと話しちゃうかなっていうふうには思うんで、はい。まあね、現状。そんなところの話題ですけれども、まあ、またね、声出し応援のね、話とかもね、どんどんちょっとやっていかんと、またこれ、やばいですね、来年もこれ、なかったら、ほんまに、観客、もうみんな行かんかったらええんやけどな、ほんまに。行かんかったらええんやけど、まあ、行ってもらえろからな、それであれなんやけど、まあ、もう来年ないとか、もうほんまありえないんで、ほんまに早めに、言ってもらうとね、はい。そんな感じです。はい。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。